現在のアベーザ・アベーザはアイルランド国立劇場として知られるアイルランドダブリンの劇場。日本語ではアビーザ、アベーシアター、アビーシアターなどとも表記される。1904年12月27日に第1回公演が行われた。1951年7月の火事で原型の建物を消失したが再建して現在も上演を続けている。アベーザは 英語圏の劇場で初めて国の補助金を受けた劇場である。当初、劇場は創設に関わり上演作品を生み出したアイルランド文芸復興運動の作家たちと密接に結びついていた。アベーザはアイルランド演劇と20世紀の俳優たちの養成所であった。ウィリアム・バトラー・アイエーツ、オーガスタ・グレゴリー、ショーン・ウォ・ケイシー、ジョン・ミリントン・シングラ詩人。 劇作家が作品を提供した。加えて、外国公演も行い、北米からの観客も呼び込むことから、アイルランド観光産業の牽引役ともなっている。1902年にイエーツを会長として創立された、アイルランド国民演劇協会が母体である。翌1903年に、ロンドン公演を行った際、紅茶賞として成功した、ホーニマン家の一員であるアニーホーニマンが、 もしこの劇団が今後1年以上存続するならば、という条件で、本拠地のない彼らに劇場を一つ提供しようと申し出た。1903年、ホーニマンが提供した1300ポンドの資金をもとに、イエツ、グレゴリー夫人、ジョージ・ウィリアム・ラッセル、エドワード・マーティン、シングラが集まり、アイルランド国立演劇協会を設立。ロワー,ーアベガイにあった予選劇場と、その隣にあった、 空いた建物とを買い取って改装し、アベーザと名付けられた。1904年12月27日の初演では、イエッツのバレの磯、グレゴリー夫人の噂の広まりが上演された。次第に大成功を収めるようになっていったアベーザは、劇作家のための劇場という名声も獲得した。1951年の出火で劇場を消失後、 本拠地を古いクイーン座へ移して1966年まで活動。1961年にかつてのアベーザの焼け跡が取り壊され、1963年から再建を開始。当時の大統領英文でバレラが劇場の基礎席を置いた。1966年に新劇場完成。消失前の旧アベーザの姿は、キングスカレッジロンドン、ダブリンのトリニティカレッジ、 および、ダブジンのデジタルグラフィック企業のほの共同作業による学術プロジェクトアビーシアター1904によってデジタル復元されており、3D 画像で内装を見ることができる。ありがとうございます。